行くか。滅ばないで。そういう時はちょっとお手を取ってあげたりとか。自分がこけてる。ほい、それじゃあ、行きますか。エルフの大地。この可愛い感じね。ポップで可愛い感じ。行くか。なんだか心細い。まあね、一人になっちゃったからね。一人になってすぐだからね、まだ全然。行きます。ほい。余裕だね。このなんか、なんていうん、設定も何もしてなくっても、最初からほいっていう言葉が入ってくれてるあたりね。いいっすね。やったね。あと私このさ、料理人の初期のこの格好めっちゃ好きなんやけど、わかる？わかる？え、めっちゃ可愛くない？シンプルに可愛いよね。ピンクが好きっていうのも、があるんやけど、ピンクと白とかもう超清楚やん。え、キングの時もこうやった？キングの時も初期ピンクやったっけ？青やったよね、確か。あれか。性別で元の色は違うってことなんかな。多分この先の着替えの色とかは自分で変えていくんやと思うんやけど。お、回復料理を覚えた。その場で作った出来たて料理で仲間一人の HP を回復する技。いいね。やっぱり回復大事やけんね。前回の、あの4人での旅がさ、回復、一応後半、科学者が、まあ私やけど、がやってくれよったけど、正直回復役って言えるのがおらんかったけんさ、今回あれないよね。今回の4人は残りの4つにしようと思ってるけど、回復役2人おるよね。ああ、1人。寂しいわ。お、そしてここで。誰か来たみたい。ほっほっほ、お待たせしたな。一人旅は寂しかろう、心細かろう。いや、そうでも。ということで、またまた呼んでおいたぞ、新しい仲間をな。訪ねてきたよ、めぐちゃん。来たね、来たね。姫。お邪魔します。姫のめぐです。もうめぐって呼んでくね、私は。頑張るから見捨てないでね。でも全然、見捨てるわけがない。メグが仲間に入ったー。メグとも仲良くやってくれよ。はーい。さて、あとの2人も間もなくやってくるだろう。4人で力を合わせて頑張ってくれ。ではな、ほっほっほ。姫ってどんな感じやった？お、これは、もちろん私と同じ部屋に。じゃあ料理を。ご飯を食べていきましょうか。お任せ。お姫様にはちゃんと、ああ、いいものをって思ったのに。いやー、庶民の食事に付き合わせてしまって。え、でも私、料理人のはずなんやけどな。はい、それじゃ、ルーレット。スタート。ボロボロだ。ボロボロのエプロンだ。よし、来い。てか思うんやけど、この帽子と服は一体どんだけの種類あるんやろ。ペア旅行券 B クラス、お！とりあえず、まだ知り合ったばっかりやけん、仲を深めていくのは大事だ。それじゃあバカンスへ、レッツゴー！でも B クラスやけんな。お姫様なのに B クラスだからな。とりあえず、今のところ、こう、戦闘に秀でたメンバーがおらんのかな。ちょっと疲れたね。でもよかったー。うん、姫は多分戦闘系ではないよね。回復でもなかった気はするけど。どう？なんか応援系？能力アップ系みたいな感じ？違うかな。お、焦げないフライパン大事。料理に大事。焦げないフライパンを買ってきた。いいね。さあ、これ持っていきましょう。とりあえず仲間が増えたってことでね。
はい、二人で出発していきます。任せて、いきます。料理を食べさせて攻撃をプラス10以上に使用を達成。あ、行くぜ行くぜ。お、いたよ。ももがいたよ。どうも。行くか。転ばないで。そういう時はちょっとお手を取ってあげたりとか。自分がこけてる。ふり？ふりですか？う、大丈夫？お、メグはアイナの手を取った。優しい。さすがやね。アイナはメグに感謝した。もう出会って初日やけど、一気に仲良くなってこう。かけっこ始めって言った時点で前におるけどね、メグちゃん。よし、行け。プチトマト。さあ、ここを、モモがいるということは、また私の好きなあの音が流れるわけだ。あの音楽が。おはよう、世界。あ！危険。それは、あれなんかな？神様に持たされて、その状態でこっちに来たってことかな？じゃないと別にどこでも拾っ、あ、倉庫から持ち出してきたってことかな？もう傷つけたくない。いやー、危険。危険よ。余裕だ。君は余裕かもしれないけどね。え、でもお姫様も持った。いいよ。まだまだいけるよ。お、レベルアップ。いいね。応急ダンスを覚えた。敵も思わず踊り出す優雅な技。踊った時は一回行動できなくなる。あ、なるほどね。こういうなんか敵を足止めする系か。ボーナス経験値は、そんなに伸びんかったね。そんなに伸びんかったね。早いよーって言ってる方が先にいるっていう。お、来た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 。はい、来たー。ふん。おや、こんにちは。こんにちは、もも。活躍の噂は耳にしていますよ。魔人バイバーキーを改心させたとか。さすがですね。それで、大魔王アスマはどうなりました？ドキ。実は、お、うん、そうですか。それは大変でした。大魔王はおそらくこの先、エルフの村に向かっています。エルフ？エルフは森の妖精です。彼らは強い魔法を使えるのですよ。大魔王を苦戦するでしょうね。では、またお会いしましょう。いやー、よかった。私はあの音楽を聴けて満足よ。ここでまた新しい仲間増えるかな？寝て起きたら。さあ、ということで、料理をあげましょう。出発しようとしたら来るんやっけ？はい、お任せ。いやでもお姫様に満足していただけたようでよかったです。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。シェフのエプロン来い。え、ちょっとなんか私のばっかりじゃない？ちょっとあのメグちゃんの方も。お、これは。さらに仲を深めようと。ペア旅行券 S クラス。お、S クラスはいいぞ。普通にいいぞ。どん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 これで仲を深めていけるといいね。それじゃあバカンスへ、レッツゴー。私主導での旅行の時は B クラスやったけど、メグちゃん主導の時は S クラスで。二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。おー、スキレベルアップした。お、二段階アップした。やったね。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、それじゃあ。お小遣いは、お、シェフのエプロン、ゲットしていきますか。
た。それじゃあ色は緑かわいいな。これにしよう。はい、これでやっていきます。さあ、ここで来る？来ない？え、まだ来ない。やっぱりあれか、寝て起きたら来るか。来るときは。お、着くんじゃない？もうすぐ着くよ。エルフの村やっけ、里やっけ。え、なんかエルフって聞いたら里って自然に思うけど。ドラクエかなんかがそうやったっけ。はい、プチトマトを成敗していきましょう。一応ね、メグちゃんもレベルが上がったからいけるんじゃなかろうかと。お、避けて。ふぅ、助かったよ。ここは私が前に踊り出てさ、ちゃんと守ってあげないと。1個レベルが上がるだけでもだいぶ変わるもんやね。転ばないで。またしても転ばないでって言った方が転ばないでね。さっき転んだからね、それ言った私が。だよ、セクシーなしりとり。ほら、もう全然攻撃効かんくなってきとるもん、こっちに。お、新しい技、応急ダンス。なんか懐かしいわ。もはや懐かしいわ、余裕だね。やっぱ状態変化系か、やっぱり。お姫様は。じゃあ、回復、状態変化系、回復ってなったら、結構きつくない？あ、もう一人、戦車が攻撃系か。ということは、次はちょっと、戦車を仲間にしていきたいね。やっぱここで、攻撃メインの人が一人はいないと、辛い。でも一応全部の職業を試していきたいけんね。蹴散らないで。お、新しい技、回復料理。回復、人を回復するのに MP を蹴散るとはどういうことだ。まあ、でも一応満タンか。まだまだ体力が少ないけんね、元の。応急ダンス。いや、優雅だわ。優雅だわ。プチトマトは釣れない。やっぱりあれか。なんとなく、口の形とか、的に、なんかお金持ちな感じ。マダムな感じするけんね、あの口トマト。応急ダンスとか言われても興味ないか。召し上がれ。いいね。蹴散らなかったら、20は回復するんやね。お、自分もやばいけど大丈夫か？いや、やばくないんか、私は。メグちゃんがやばかったの。この口トマトのね、アタックが結構きついね。私の方に来る分には全然大丈夫なんやけどな。お、優しい。弱った口トマトを攻撃できない。お、去っていったわ。感謝して去っていったわ。レベルアップ。あゆなレベルアップ。あのチキンカレーがめっちゃ美味しそうなんよね、わかる？わかる？超絶美味しそうじゃない？でも多分辛いんやろうなって予想。180ゴールドゲット。お金大事。どんなにビビたるものでもお金は大事です。塵も積もればやね。ここで来るか、仲間。お、来そう。違うんかい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。